今日はこの一枚はやはり落語なんですね、非常に厳しい落語ですから、まあこれに、時計台の歌を入れてですね、幸せっつっても幸せじゃないんじゃないかって、ここに幸せがあるんですね。まあ、幸せというのを深く考えると、この前この一枚で出しました特攻隊と近くの特攻隊基地の近くのご婦人と女の子が乗ってた写真とか、みんなが笑ってるわけですね。この写真は、ワーテルローの戦い、このワーテルローの戦いってのは大体1800年ちょっとのところにあって、ナポレオンが一旦没落した後、もう一回100日転嫁と言われるんですが、パリに復帰して、そしてワーテルローでヨーロッパ連合軍と戦うわけですね。で、絵の左の白い服を着た集団がナポレオンの近衛兵であります。この頃のフランスの近衛兵はですね、貴族の長男次男でできておりまして、もちろん戦争に勝ち残れば貴族として一生楽に過ごすんですけども、戦争では近衛兵で、皇帝近衛兵ですね、ものすごいプライドが高くて絶対降伏しないんですね。でそれに降伏を呼びかけているのが右の馬に乗った将校でありまして、これはイギリスの将校だと思います。みんなにこの衛兵にですね、投降を呼びかけてるわけですよ。でこの図はいろんなことを示してますね。戦争というのがどういうものか、そして戦争の終盤というのはですね、どういうことが起こるか、その中で人間の魂というのがどういうふうに残ってるのかっていうのがよく出てますね。イギリスの将校は、銃も構えずに護衛兵もいずにですね、短期で、短期というのは馬の時には短期、馬辺にきっと書くんですが、短期で来て帽子を取ってですね、諸君フランスはもう負けたんだと、フランス軍は負けたんだと、もう降伏しなさいと、降伏したらあなたたちは死なないで済むと、こう呼びかけるわけです。降伏を、投降を呼びかけるんですね。でそれに対してフランス軍の近衛兵は銃を構えてますよ。だからある意味ではこれはまあ戦争というものなんですね。戦争ではズルっていうのはできないんですよ。ズルをしちゃいけないんですよね。男同士の正々堂々とした戦いなわけですね。ですから、この投降を呼びかけた将校を近衛兵が撃ったりは絶対しません。これは近衛兵でも撃たないし、普通の兵卒でも撃ちません。こういう時に撃ったのがですね、実はね、中国なんですよ。それでまあ日本は残念ながら中国が最初の頃相手でしたからね、真のだからもうズル何でもするんですね。ですからそのズルするその兵隊と対決するというのはものすごい大変なんですよ、ね、ですから軍隊戦うっていうのはですね、非常に矛盾があるわけですね。戦争がない方がいいのはみんな知ってるし、死ぬのはこの図にも出てるように若い立派な男性がですね、仕事ができる男性が死んでいくわけですよ、鉄砲の弾で。ですからない方がいいのは当たり前なんですよ。与謝野晶子が君に死にたまうことなかれ、それはその通りだ。だけども人間の心にある矛盾というのが戦争を引き起こすわけですよね。だけども戦争というのは汚いもんじゃなくて、ここの絵にあるように正々堂々清らかなものなんですよ。これがまあ人間の良さを示してるんですね。で戦争がなぜ起こるか、これは落語だからですね。戦争でなければ人殺し、一人一人の戦いなんです。一人一人の戦いは落語はいりませんよね。人と人とのつながりだけども、人間というのは多細胞生物、一人一人が多細胞生物でありながら集団としての一つの生物を成しているわけですね。それは日本ばかりでなくてヨーロッパでもそうだ。つまりヨーロッパっていうのは落語を一応理論的にはまだ認めてないですけども、やがて私は落語を認めるようになるだろう。その落語を認める一つのきっかけになるのがこのワーテルローのフランス軍の、近衛兵の姿じゃないかと思うんですね。この時近衛兵は何つったかって言ったら、我々はナポレオン皇帝の近衛兵だぞと、近衛兵が死ぬのを恐れて降伏するはずなんかないじゃないかと、こう叫ぶわけですよ。これに対してイギリスの将校がですね、そんなこと言ったってあなたたちはここに数百人しかもういないと、周りは全部
この時にですね、私の読んだ本ではこの衛兵は四角くなってるんですよ。四角く外側に銃を向けて四方八方から取り囲まれてるわけですよ。もう大軍に取り囲まれて数百人、この衛兵の数百人だけが残ってるわけですよ。で、まあ、この絵にも出てるように、この衛兵の前には倒れている、撃たれて倒れているイギリス の兵隊のが映ってますよね。こういう戦いだったわけですよ。だけどもこの近衛兵はその四角の砲陣を解かずに、そのまま我々は絶対降伏しない、もし自分たちに降伏させようと思うんだったら自分たちを殺してくれと、まあ、こういうわけですね。なぜ降伏しないか、戦争に勝ちたいから。だってもう勝てないんですよ。相手は2万も3万もいる軍隊が周りを取り囲んでるし、ちょっと人数が僕ちょっとはっきり覚えてないんですけど、確か400とか500とかそういう兵隊なんですよ。最後のこの兵が全部貴族の、この他にね、ワーテルローではね、老兵この兵隊だとか老兵隊っていうのもいましてね、ベテラン隊ってたかな、まあ、フランス語なんですが、その人たちも全部死んだと思いますね。っていうのは、私がこれを言いたいのはですね、日本の歴史学者とか文化人とか全く知識がなくて、戦争なんか勉強したことないんですよね。ですから特攻隊というのはいかにも変な、日本だけのもんだ、全然そんなことないんです。戦争の終わりの方、特にその国が滅びるというような時はですね、必ず落語の力で、死んでいく人が出てくるんですね。それは全然不合理でも何でもなくて、まあ、この場合はナポレオンのフランスというのが滅びる瞬間なんですよ。ナポレオンのフランスというのはですね、何千万人もいた国なんです。その落語力がこの近衛兵に乗り移るんですね。これは我々の体と一緒なんですよ。我々の体がどっかがですね、腐って切り取らなきゃなんないですったら、その部分の肉を切り取るんです。そして命が尽きるときはもっと切り取るときがあるんですね。それが落語というものの力なんですよ。だから私は落語こそが人間の魂の一部であると、これを大切にしなきゃいけないっていうのはそれなんですね。もちろんこの結末は老兵隊もこの近衛兵も全滅しました。このイギリス軍の将校も馬を返して彼らはもう降伏しません。彼らのためにはもう全滅させるしかないと言って、彼らは全滅をするわけですね。それが人間の魂であり、落語であり、人と人とのつながりの喜びなんですね。それが強いては家族を作り、友人を作り、日本国というのを作っているということなんですね。これが、まあ、前回この1枚で出しました特攻隊の出撃前に、近くのご婦人と女の子が集まってみんなで笑顔で特攻隊を送るという写真と全く同じ写真である。まだヨーロッパは落語に気がついておりませんが、まあ、日本というか東洋インドと日本はですね、落語に気がついているわけですね。まあ、インドと日本が落語に気がついているということが、大東亜戦争の後にアメリカ軍が行った東京裁判という名前の、まあ、東京リンチと呼ぶべきでしょうけど、東京裁判の時にですね、インドから来た判事がですね、この、裁判は、裁判ではないと言って途中で、インドに帰ったわけですけどね、それはこの落語というものがどういうものであるか、人間の魂は落語によって支えられているということがよく分かっているのがやっぱりインドと日本であると、まあ、いうことを示した、まあ、瞬間でもあります。落語というのがですね、中国にもあったらアジアの思想としての落語ということが言えるんですが、残念ながら中国は大陸文化でどうしてもヨーロッパと同じ文化なので、落語という文化というかその魂はもちろんあるんですが、まあどうしても理解ができないわけですね。それからまあ私は、まあ、文化人とかそういう人たちの勉強不足の人はもうどうでもいいんですけども、学校の先生とかですね、まあ、中学校やっぱり高等学校の先生はこの絵を見てですね、深く反省してもらいたいと。我々の教育は間違ってた、特攻隊が悪いとか戦争が悪いとかそういうものではない、人間というものそのものをやっぱり子どもたちに教え、特攻隊で死んでいった人のプライド、
こうやってワーテルローで、イギリスの降伏勧告を受けずに全滅した近衛兵、この力は何だったのかと、それからそれはこれからの日本人にも必ず幸福をもたらす。